古六条は、熊本県八千代一古六町にあった諸条の総称、近世に名付けられた城西郡である。古六町の東側の山中に七条が存在したと一般に言われている。平成26年に八千代城石群の名称で、八千代城、麦島城と共に国の史跡に指定された。南北朝時代において、九州の南朝勢力の中心であった日語でも、特に、 菊池城、古六城、鍋城の三つは、社用の南朝勢力の拠りどころとなった重要な城塞であった。ワイフが有名であるが、八代に、西政府や御所が少なくとも数十年間にわたって置かれていたことは、地元でもあまり知られていない。古六の北東には吉成新能が、菊池武共に築かせた、中宮の三後神寺と金長新能五陵があり、 対岸の豊原上町には高田御所があったが、現在は石碑が残るのみである。古六は熊川北側の川口近くに開けた町で、町の西園と熊川とには11の15メートルほど段差があり、川の流れも大きくカーブしている。町の北縁には春光川が東西方向に流れており、 俯瞰すると、背後の山と合わせて三角形状の独立区画を成していることが分かり、自然地形の上から城を築くにふさわしい地形であったと言える。さらに、縄市の時代の主城という飯森城については、北に、二べら二があるのでこの三角形状は二重となり、自然地形が外角を成していることが分かる。古六城は縄市と相良市によって、古六の東側の山岳地帯、 主に、尾根沿いの山城として築かれた。七つの城塞は、縄市時代の五つと、相良時代の二つに色分けできる。また中世紀の縄市の館は、五社のそばにあって、麓の対岸であったが、戦国期の相良市は麓に、家臣団の屋敷や、城下町を構えたので、城下町も発展していた。現在八大市の中心は、 江戸時代以後に干拓で広がった平野部に移っており、道路の拡張によってその面影はほとんど残っていないが、当時の古六は、城下町の麓集落、明剣宮の門前町、大内氏の許可で、日民貿易が行われていた、国際貿易高徳府地図の港町を合わせ、人口5万人規模の南九州最大の都市として繁栄していた。古六城は、 その交通の要衝を見下ろす位置にあり、八代層を守る上で最も重要な要害であった。建武元年、建武の申請の更新である、縄長都市の小吉高が、肥後国八代層の児頭に任命されたが、翌建武2年に、児頭代として八代に下校した一族の内川義金が、熊川河口を南に望む山麓に城を築いたのが、始まりである。 中世においては築城者の名前を取って、内川の城と称されており、後の麦島城や松江城は存在していなかったことから、近世以前には、八代城といえば、古六城のことを指した。金長新郎母延元元年、建武三年、多たら浜の戦いに勝利して、九州で再起した足利高氏は、南朝の拠点である、肥後国の諸城を攻めて、菊池城を落とし、 次に知識道優をして、古六条を囲ませた。吉姉は逃げ、古六条には道、優、一式道長が上司として残された。しかし、孔子が九州の軍勢と共に刑に立つと、菊池武重は菊池城を奪還し、古六条も攻略して、一式氏は討ち死にした。延元二年、剣務四年、菊池武三につき従われた、金長は、 大将軍の地位を吉成親王に譲り、政政府をワイフから八代に移して、高田御所を建てた。和市一族はこれを迎えて守護した。南北朝時代の八代近辺では、宇都を本拠とする和市が、南朝側、人吉を本拠とする相良市は、北朝側で、両者はしばしば争っており、内川城を見張るための向かい城として、西に萩原城が、 佐賀ら氏によって築城されたという記録がある。官能の長乱による北朝方の分裂があって、竹光の時代に、清政府は再びワイフに戻り、一時は太宰府の甲羅山に置かれ、南朝方には九州を接見する勢いがあった。昭平十三年、延文三年、本州での南朝方の形成不利により、長年の孫、名は秋沖が八代に下校した。 この秋沖が居城としたのが八丁岩木である。昭平十四年、延分四年に築後川の戦いで、竹光が、昌二、頼久、大友氏寺を破った後には、九州の武士団は一時的ではあったがことごとく南、朝方になびき、北朝方には南九州の相良佐田よりなどわずかな勢力が残っただけの時期があった。ところが、九州短大、今川両春の登場で、 これが一変した。両春は次々と来た朝方の勢力を回復し、英徳元年に菊池市の本拠地ワイフ城を再び落とし入れると、ご清々将軍、宮永成りちと菊池武友は秋起を頼って八代に退いた。一転して八代を九州の南朝方の最後の拠点となるほどに追い詰められ、英徳三年、甲和三年三月。 金長親王は放御するが、突如として下がらない雷が、南朝側に味方したので、縄氏は、なんとか持ち直して、今川氏の攻撃をたびたび跳ねのけた。しかし、元中八年、明徳二年、両春の小今川帝臣は、宇都城を落とした余生を買って、古六城を包囲した。兵糧攻めにしつつ、栗瀬の秋沖の館を攻めて、縄氏の老頭の多くを切り、前へ、 大の援軍が届かぬうちに、飯森城、丸山城、倉掛城を落とし、爪城の八丁岩木を包囲した。逃げ場を失った、吉成親王は講和して、城から退去することに同意し、海路で、筑後国や目軍に落ち延びたが、この時に秋沖は、幕府方に降って、所領を安堵されている。翌年、明徳の和役で、他の地域ではおおむね南北朝の動乱は終わるが、九州では、 以後も戦乱が続いた。大栄四年、元中十四年、武友と秋沖は、九州短大と反目する将に定よりと組んで、五世聖将軍軍を再興しようとするが、大内義弘、大友近世に古六条を攻められ、秋沖の兵は無賛し、叶わなかった。戦国時代の初期、相良氏は、熊川の南の足北方面に進出することは、あっても八代を手に入れることはできず、 初流の上、相良氏との内紛があって15世紀の前半にはやや体調した。しかし、同世紀の後半には、相良武次が、田良義氏を滅ぼして、熊軍を初めて統一し、長六三年12月には今度は、縄氏が内紛を起こし、家臣に殺害された。吉沖の弟雪松丸は、家臣、内川義貞に連れられて、熊軍の長続くのもとに逃げ延び、そので、 古六城に帰り咲くということがあった。しかし秋忠田田は恩義に背いたことから、八大進出を目指す相良氏と名和氏との抗争が再燃する。文明三年、超続くの小ため続くは、秋忠田田の守る道場を攻めた。日ご守護である菊池氏の承認を得られないなど、幾度かの失敗の後、文明十六年に城を落として、八代城を市中に収めた。秋田,田は木原城に退き、 しばらくは反撃の機会を伺っていたが、明王八年、ため続くが熊に帰還した暇に、秋田だ、十年親子は、古六条を奪回した。ため続くは、翌年亡くなり、この相柄長ごとが当主となったが、分岐元年、二年と連続して、古六条を攻めたが落とせなかった。三年、長とは、菊の運と、あそこれ長のを受けて、 古六条を長期包囲し、翌永正元年2月、秋田田は、ついに古六条を明け渡し八代から退去した。以後、相良氏の支配は確立されていき、古六条を、拠点として、戦国大名へと成長するに至った。相良の二条の内新城の築城時期の記録はないが、相良義茂が、高上根城を築かせたのが、天文三年であることは、資料から判明している。 ところが、天正六年、三州を統一した戦国大名島津氏が北に、勢力を拡大し、日越えの進行を開始した。島津義久、義弘、家久、新色忠本らが、連年、諸城を攻撃し、天正九年に水俣城を包囲されて、こうしきれなくなったことから、相良義用は土地を明け渡して、島津氏の軍門に降り、京の元の戦いで、 海高しに敗れて打ち死にした。以後、相良氏は島津市に従属して、主城を人吉城に戻し、古六城は島津方の手に渡ってその城代が入った。天正15年4月、豊臣秀吉の九州政伐を受けて敗走する島津勢の一派は、古六城で踏みとどまり、島津政治、新色忠元、伊集院忠宗らが老城しようとした。しかし、 秀吉の大軍がこれを囲むと、野員に紛れて撤収した。代わって秀吉が古六城に入城した。戦後、島津市の日後の所領は没収され、笹成政に古六城を含めた日後国が与えられた。成政は熊本城を本城として、古六城には城代を派遣したのみであったが、日後国人一揆の際には福島正則が在番した。 成政は一揆を起こさせた責任を問われて、切腹を命じられ、代わって、小西行長が、新たに、南肥後を領するようになると、行長は、宇都城に本拠を置きながらも、家臣、小西行重に命じて、推理の良い熊川の三角州に、麦島城を新たに築かせて、中世の山城である古六城は、廃城とした。長市の時代に、飯森城、丸山城、倉掛城、 カツオ城、八丁岩木が築かれ、これを、古六の五城と呼んだ。相良市の時代に新たに、高上根城、新城郎が築かれ、合計七城となった。すべて小葉山の尾根筋に点在していて、二つの掘り切りで、隔たれる北のカツオ城と、熊川に面した、小高い山の上にある南のいい森城。 山深い最長部にある八丁岩木を結ぶ三角形が、おおよそのフル六畳の位置となる。ただし、掘り切りなどは、天然の地形と見分けが難しいため、現在、城の遺構が、よく確認できるのは新城のみとなっている。麓にある春光寺が、下立の跡とも言うが、地名に、名残がある程度で、詳しいことは分かっていない。寺の前の妖水池は、見掘りの跡であるとされ、 何十にもあった水堀はほとんど埋められてしまった。寺の前には戦後まで犬のババートと,と呼ばれた広場があり、王子は犬を追うが行われた。以下、七条を北から順に紹介する。カツオ城は出城で伝えの城であったという。春光川を見下ろす北西に伸びる尾根筋の先端が城石であるというが、斜面があるだけで遺構などは全く残っていないため正確な位置は不明。 伝承では、戸石、観音堂を登ったあたりであるという。新城は、相良氏が築いた城で、ため、続くの市長ごとの居城として作られた新しい首城。標高180メートル地点、新城山の山頂部を五段に削って、楕円形の平坦地とされている場所。七城で唯一、城石が残っており、本丸、二の丸、三の丸の跡が見られるが、石垣は作らない。 タイプの車で、周囲に、空堀がある。現在、遊歩道と公園になっていて看板がある。丸山城は、二部にを挟んで、南の飯い森城の体の城となっている。標高143メートル地点、古六稲荷神社から南東に登った場所にある。若干ドルる跡が残る。倉掛城は、つなぎの城である。標高140メートル地点で、 オネソイの登山道を北に行くと新城、西に行くと、丸山城、南南東に行くと、高峰城がある。山頂部を削って作った平坦地が城司というが、遺構は特にない。高峰城、高峰城、高峰城は、長ごとの小木修玄が築かせた新しい爪城である。標高184メートルの地点、北斜面に築かれており、オネソイの登山道を北に行くと、 暗掛け城があるが、東側には25メートルほどの暗部があって、自然の地形が掘り切りのようになって、要害をなしている。ただし、戦国時代に、八代日記などに登場する、高上根城と呼ばれた城に関しては、近年鶴島敏彦が、古録ではなく、和市との境目である、現在の浮市にあった城であるとする江戸時代の地史、以来の通説を否定する論文を出している。 飯い森城は、縄市の時代には主城だったといい、内川義真が最初に築いたのはこの城であるという。標高70メートルと最も低く、鉄道トンネルのある場所谷を挟んだ峰を数段削って、本丸、二の丸、三の丸があったというが、掘り切り跡など現状では、自然地形との判別が難しい。現在被殺線が通っている川側に、大手門の跡があるという。 諸城の中で最も西にあって熊川にも近いが、北側に南南東から北西に走るニベダニがあり、飯盛山だけは別の四方にあって、ニベダニの奥、背後の一番高い山が八丁山である。八丁岩木、八丁岩木は標高376メートルの八丁山の頂にあったと推測されており、爪女王であったというが、資料に名があるのみで、 遺構は何も発見されておらず、地名からの類推に過ぎない。この場所が上司であったとすれば最長部に位置する。ただし名は秋沖の城を八丁山の麓と,と推定する、説もあり、正確な位置については、考古学的には断定されていない。ありがとうございます。